それではポケモンのぬいぐるみを ETSI に出品する方法について解説していきます。えー、まずこちら ETSI のホーム画面です。右上にログインというボタンがありますのでこちらをクリックしてテキストのマリオに書いてあるメールアドレス、ユーザーメールアドレス、パスワードを入力してログインしてください。 ログインができたら、右上のあなたのショップ、商品一覧、商品管理ツール、こちらを開いてください。次にヤフオクです。こちらはヤフオクのホーム画面になります。こちらに、ポケモン、ぬいぐるみ、 検索キーワーワドを入力しますそして左の購入方法という欄の即決をクリックしますそしてここ即決価格の高い順になっているところを即決価格の安い順そして価格指定のところを 500と入そし,して現在価格、即決価格とあるこちらを即決価格の方を選択してさらに絞り込みますこれでポケモンのぬいぐるみの即決価格この価格ですねすぐに購入できる価格で出品されている商品を安い順に並べました次にこちら ポケモンリストです <laughs> ポケモンのぬいぐるみをエッジに出品するときのタイトルや詳細について詳細を、えー、生成するツールですでは実際に出品していきたいと思いますではここの一番上即決ポケモンニオニクスコロッとまんルぬいぐるみメスこちらを出品していきますまずやることがこちら画像の保存です ヤフオクの画像というのは右クリックを何度してもメニューが出てきません。ですので、まずは画面のサイズを小さくして、してローカルのフォルダデスクトップで構いません。デスクトップ、右クリック、例えば新規作成フォルダー、ポケモン画像というようなタイトルをフォルダにつけて、こちらに ポケモンの画像を保存していきます。保存の仕方は簡単です。左クリックを押しながら画像をこのフォルダに移動させます。えー、このぬいぐるみの画像は1枚しかないので、えー、1枚だけ保存しましたが、複数ある場合はある分だけ保存してください。エッジには5枚まで画像はアップロードできます。次にこちら。 画像の保存が終了したらタイトルそして商品詳細を作っていきますまずポケモン名先ほどはニャオニクスというポケモンの名前でしたこちらにニャオニクスと入力するかあるいはこちらの逆三角形のメニューをクリックするとポケモンの名前が一覧で出てきますの、ね、でそこから選択しますポケモン名はニャオニクス次にメーカーです メーカーについてはこちらのヤフオクの商品説明に書いてある場合もありますあるいは画像のこちらのタグ紙タグですねの中に書いてある場合もありますが書いてない場合はこちらメーカー書いてない場合はバンプレストを選択してください次に高さぬいぐるみの高さ大きさですねこちらも商品説明を見たところ書いてないので 商品の高さ、ぬいぐるみの高さが不明ということで、不明の場合はこちら、ハイフン3本線、こちらを選択します。次にコンディション。コンディションはこちらのぬいぐるみで言うと、タグ、紙のタグがついているかどうかです。タグがついているので、タグありを選択します。次に価格です。仕入れ価格。仕入れ価格は即決で仕入れられる価格、即決で購入できる価格を選択します。こちら500円ですので、500円 送料,送料は商品説明などに書いてあります。送料無料の場合はゼロと入力してください。こちらは定形外で140円とあるので、送料は140円と入力します。あとは入力の必要はありません。ここまでやると、エッ s y にコピペするタイトルと商品詳細が出来上がります。 で、エッティでの出品の仕方ですが、まずはポケモンのぬいぐるみを出品するので、ポケモンのぬいぐるみ1つ選択します。歯車のボタンがありますので、これをクリックして、コピーするを選択します。すると先ほど選択した商品のコピーのページが出来上がります。まずやることは、元の画像を削除して、写真を追加。 先ほど保存したニアオニクスの画像をアップロードします。次にタイトルです。タイトルはこちらのタイトル生成、コピーして貼り付けます。この商品についてカテゴリー、こちらはいじらなくて結構です。次に価格です。価格はポケモンリストのこちら。 エッジにコピペと書いてあるこちらをコピペします更新オプションタイプこちらについてもいじる必要はありません詳細です詳細はポケモンリストのこちら詳細この下からですねこれをコピペします そして、右下、コピーを公開する、こちらをクリックします。そして、こちらも公開するをクリックします。これで商品の出品が完了です。最後に、ポケモンリストのこちらのシート、ポケモン出品リスト。こちらに先ほど出品した ニオニクスの仕入れ先これはヤフオクの URL ですこちらを入力エッティではニオニクスを出品したエッティのページこちらのページの URL をクリックしますはい最後にこちらポケモンのニオニクスのぬいぐるみもし 他の購入者が落札してしまったらあるいは残り時間この5日というのが終了してそのまま再出品されず取り下げられてしまったらエッジに出品されている商品を仕入れることができなくなるのでこちらは削除する必要がありますその場合はこちらの歯車ボタンをクリックして削除するで削除するをクリックしてください商品の削除が終わったらこちらのポケモンリストの方で ネオニクス、実際に本当に売り切れているかどうかを確認した上で、こちら。グレーで塗りつぶしてください。これで売り切れの管理を、えー、実際に行います。売り切れていない場合はもちろんそのままにしておいてください。以上で、エッティでの出品方法は 説明は完了終わりです。ありがとうございました。